さあ、お疲れ様です。バーナードです。今日はポップマト開封ですね。さあ、ちょっと楽しみ、個人的にここ最近で一番楽しみだったディム君のアクアリウムシリーズ、水族館ですね。 Excuse us, ladies and gentlemen. 1, 2.今回は2つ購入しました。いや、ディムのシリーズはね、僕は結構推してるシリーズで、まあ、ハイプパンダがね一番好きなんですけど、ディムのシリーズも結構ね、いろいろ2つずつとかね、今まで出てきたシリーズ買ったりしていて、まあ、今回アクアリウムも、2箱ピースで買うことに決めました。こんな感じですね。いやー、いいですね。もういろんな海洋生物、なんか中にはイソギンチャク頭になってるのも面白そうなのもいますけども、まあ、この間のプーさんとかのねシリーズと違って、あのディム君は何が出てもめちゃめちゃ可愛いというね、もう何が当たっても嬉しいんで、ちょっとワクワク開封という感じでね、もう早速開けていきたいと思います。いやー、楽しみですね。よいしょ、まずは1個目。なんか箱が可愛くて開けるのがもったいない。よいしょ。さあ、ちょっとねカード怖い。あ、なんかいつもよりちょっとボリューミーな感じしますね、ディム君ね。開けてみましょう。あ、ちなみに僕今回の中でちょっと個人的にいいなって思うのは、このなんて書いてあるの、これスターフィッシュですね。これ人手が一番ちょっと可愛い。さあ、来ますよ。よっこらしょ。お、これは、あ、これ何ですかね、タツノオトシゴかなシーホースですね。さあ、こんな感じで、あー、可愛いね。黄色のディムですね。さあ、見てみましょう。カードはこんな感じ。じゃん、カードかわいい。水族館だ、マジで。ディムですね、シーホース。多分タツノオトシゴですかね。よいしょ。まあ、こんな感じで、ちょっと見ていきましょう。いやー、いいっすね。相変わらずこの、なんとも言えない表情をしているね。ディムくんですけども、頭の部分がね、こう、ドドーンと、生物になってるような感じですね。いつもだったらこうにっこりお顔があるんですけども、その部分がこう今回は海洋生物の顔になっているような感じ。いやー、いいっすね。あ、背中も背面も可愛いですね。尻尾がにゅるりと生えているような感じですね。いやー、いいね。ちょこんとこう尻尾があるからすごい安定感ありますね。すごい自立しやすい。上の部分のこれが特徴的な感じがします。ちょっと若干クリアパーツみたいな感じでございます。いいですね、さすが。もう安定のディム君っていう感じで。さあ、それではもう一箱ですね。これでなんか2箱だとちょっと最近ね物足りなくなってきたというやばい症状が出てきてますけども、さあ、よいしょ。よし、カードは無事に箱の中。さあ、開けていきます。よし、すい、はあ、来ちゃったよ。なんだ今の歌やば、ちょっと待って、来ちゃった、やば。欲しかったやつ、人で、スターフィッシュ。まあ僕最初これエイかと思ってたんですけどね、箱見たとき。いや、来ちゃったよ、これ。やば。なんだこの喋り方はっていう感じですけども、冷静に行きましょう。いやー、一番欲しかったスターフィッシュが出ちゃいましたね。嬉しいですよ、これ。あ、ちょっと待って、カード。しかもスターフィッシュも自立しやすい、立てやすい。いや、嬉しい。ちょっと、いや、タツノオトシゴもね可愛いんだけど、スターフィッシュカードこんな感じです。これやばくないですか、これこれはね、ずるいよね。こんなの可愛いに決まってるでしょっていう、うん、いや、これ僕人気なんじゃないかと個人的に思いますが、
まあ、ディム君のおなじみの髪のねところに皮がついてて、いやーかわいい。もう細かく見ていきましょうっていう言いたいところなんだけど、デザイン自体は非常にシンプルでね、まあ本当後ろにこう人で人手柄みたいな感じで、もう後ろこれ立たせたら何がなんだかって感じですよね。これこれめっちゃ可愛い、面白いですね。裏返すとこういう感じです。いいねこれいいね。いやめっちゃ可愛い、ちゃんと。いやいいね、もういいねしかないですね。特に細かく、まあ、解説のしようがないんですけども、まあ本当に人手の中にディム君が埋まってるようなデザインですね。まあ、今回じゃあ2個こういう感じでした。いやーこれ当たりじゃないですかね、2つともね。いやめっちゃ嬉しい。今回はディム君のアクアリウムシリーズの開封でございました。バナナブログでは、こういったポップマートね、最近めっちゃポップマートね開封が追いつかなくて、すごいあのチャンネルの、ちょっと色味が偏りつつあるんですけど、まあ、基本的にデイリーな僕のライフスタイル Vlog ベースで、僕の趣味の、趣味を楽しんでいるフォトグラファーの日記みたいな感じになってますので、また遊びに来ていただけると嬉しいです。まあ、いろんなコンテンツで発信しているので、チャンネルページの方に一度、遊びに来てください。ではまたお会いしましょう。バナードでした。ちょっとこれ可愛すぎるっしょ。